僕が定期的にプロレスを見るようになったのは1978年からなんですね。まあ記憶をたどると、そっからはもう連続的になんか自分の中でプロレスの大河ドラマみたいにストーリーが繋がってるんですが、でさらにそんな僕が完全にプロレス少年という感じになったのは、まあもうプロレスのことしか考えられないみたいなぐらいのそれは強烈なものだったんですけど、それは1980年の小学校4年生の頃なんですね。それで当時流行していたプロレス百科事典って、こういうなんかものが子供向けの百科事典みたいな、大百科とか大図鑑とか大辞典みたいな似たようなタイトルでいっぱいあったんですけど、それの表紙っていうのは、まあ BI って猪木馬場を除くと、もうマスカラスかブッチャーかのどちらかっていう感じだったんですね。でまあブッチャー悪役で、マスカラスはこうベビーフェイスの大スターだったんですね。で二人の特集がすごくいっぱい書かれてたんです。で今この本って古本市場で状態のいいものだと7、8000円するんですよね。だから欲しいんですけどね。で僕の場合なんか買っちゃうともう読み込んじゃうんですね。こう綺麗な状態でこう備品なんていうのを買って、もう嬉しくても読んでもうボロボロになるまで読んじゃうから、こういう貴重な資料を僕が買うとボロボロにしちゃうなっていう思いもあって、ちょっと購入を踏みとどまったりする時なんですけどね。まあちょっと話脱線しちゃいましたけど、でまあそんなプロレス少年にとってちょっと青天の霹靂のような出来事が起こるんです。いきなりなんだってこれはですけどね、これはあの番組のクロージングなんですね。この福島中央テレビっていうのがやらかしてくれるんですね。そんなわけで、僕が当時住んでいた福島ではなんと1979年の春から1981年の秋にかけて、この全日本プロレス中継がオンエアされてなかったっていうことがあったんですよ。どういうことだって話なんですけど、まあいろいろこれって説があったんですけど、実は1979年春の番組改編期ってありますよね。それで全日本の中継ってのは長らく続いていた土曜のゴールデンタイムを外されてしまったんですね。で土曜日の夕方に移行してたんですけど、当時っていうか今もそうなのかな、地方ネット局ってありますよね。 UHF か、それの土曜日ってその午後の時間帯とかっていうのは、その地方ネット局のこの独自放送ってのがすごい収入源になってるっていうか主なんですね。だからあの前日の中継を土曜夕方に組み込むっていうのが結構難しかったっていう。そんなわけで福島中央テレビはなんと前日の中継をいきなり打ち切ってしまったんですね。これはもうちょっと許されない出来事だと僕は思ってますって。しつこいですけどね。でその中断の時期もすごいタイミングが悪かったんですね。あの第7回のチャンピオンカーニバルの途中で打ち切られちゃったっていう。しかもその中でなんかそのストーリーがあって、こうドスカルスが単独参加するんですね、チャンピオンカーニバル。しかしながらブッチャーに一方的にこうやられたっていう、そういうことがあって、それで遺恨、マスカラスブラザーズとあのブッチャーの遺恨アングルっていうのができたんですね。で次シーズンアニマスカラスが来日し、ブッチャーと仇討ち戦っていうところで放送休止になったっていうね。ちょっと勘弁してくれよっていう感じなんですけどね。そういう風になんかプロレス見られてたんでしょうねっていうのはありますけどね。で今思うとなんですけど、このマスカラスブラザーズの全盛期っていうのは、この福島の全日本プロレスの放送休止期となんか重なっていたような気がするんですよね。まあ、マスカラスの全盛期っていろいろ言われてるんですけど、あの最初の悪魔仮面ブームって日本プロレスに来て、その悪魔仮面ブームで、その次にスカイハイって曲がヒットして、そこからマスカラスがドスカラスを連れて来日して、このマスカラスブラザーズが大ブームになったっていう。だからその大ブームになったその2年間っていうのは僕は見れてなかったんですね。だから PWF ハイタッグトーナメントみたいなのがあって、夏にですよ。でそれの2連覇マスカラスブラザーズの仮面貴族 V2 達成みたいなとか、あとリッキー・スティンボードが来たスーパーアイドルシリーズとか、あとマスカラスのベストバウトとして誉れの高いハーリー・エイスの NWA 世界戦など、僕はマスカラスのそのいわゆる美味しい時期ってのをこの福島中央放送のすごい判断ミスのせいで見逃してしまっていたんですね。でまあちょっとその僕にとっての青天の霹靂だった福島中央テレビの全日本プロレス中断事件について続けて話しちゃいますけど、ちなみにその1979年の最後の放送っていうのは、
チャンピオンカーニバル公式戦のブッチャー対カマタだったんですね。この試合っていうのが僕のあのプロレストラウマシーンのなんかベスト3に入るようなシーンなんですよね。カマタ、このブッチャーの手下みたいなカマタだったのがブッチャーに反抗してこうブッチャーの額の傷にこう指をグリグリ突っ込むんですよね。でブッチャーがそれで来る悲鳴を上げてなんか目を見開いてって皆さん想像できると思うんですけど、もうそれがもうほんとトラウマで、で母親はそれ見て何見てんだって言って、で全日本中継打ち切られた時に残酷すぎるから打ち切られたって言ってる、それぐらいのすごいトラウマシーンだったんですね。でそんな風に放送休止になったのに、放送のオンエア再開って1981年に、まあ後で話しますけどあったんですけど、そのオンエア再開時には今度はあのインターナショナルヘビー餃子をめぐるブルーザーブロディとドリーファクジーナーの争いの中で、こう試合後ブロディを止めに入ったドリーの息子のリンク君がブロディにニードロップ食らって凍結するっていう、そのすごい凄惨シーンがこのオンエア再開だったんですね。だからもうなんか子供心になんかって日本っての変わんねえなと思った記憶がありますね。これなんかもうトラウマシーン、全日おなじみのトラウマシーンって言ってますけど、そういう感じでした。そんなわけで1981年秋の改編で福島では全日本プロレス中継が復活するんですね。しかしながら再開時の放送時間っていうのは土曜の夜の11時55分から12時55分となったんですね。だからまあ小学生5年生にとってはちょっと厳しい深い時間帯だったんですね。だから親もあんまいい顔しないし、でそこの時間まで起きてるってのはなかなか大変だったんですね。でここに当時福島でオンエアしてた土曜の夜の番組並べてるんですけど、皆さんも懐かしいんじゃないですかね。じゃあその全日本プレスへの待ち時間に、僕当時の小学校の先生がバカな先生で、なんかものすごく漢字の宿題出したんですね。こんな書けるかっていうぐらいの漢字の宿題だから、僕はその漢字を書きながら全日本プレス中継を待ち続けてたんですね。でそんな時に流れてた番組っていうのはここにあるものなんですけど、まあそのうちなんかその土曜の夜の福島の番組っていうのを動画でサブチャンネルあたりでやりたいと思ってるんですけど、僕のなんか人格形成にすごく影響を与えたものばっかりですね、ここにあるのって。うん、みかんや機械を作ってるんじゃないんです、毎日人間を作ってるんですって、懐かしいですね。間違ってもいいじゃないですか、彼らは未熟だから間違うんですってね、そういうなんか寛容な世の中だってほしいなって思いますねって俺が言うなって話ですけど、まあこういうもので、だからあのハンセンですよとかああいうの見れてるんですね、ギリギリだから良かったですね。あのハンセンの新に、あ、日本で離脱、全日本登場シーンをリアルタイムで見れたっていうのは自分の中でなんかすごいなんか大きなものになってますね。僕の中でタックマッチのベストバウトってこれですね。まあそれはもちろん事件性ってもの込みなんですけど、これほど衝撃的だった試合はないって、それを見れたんで、まあ福島中央テレビ許しやがて気になってます。で全日本オンエア再開ってのはなぜかっていうと、この頃プロレスブームが加熱してたんですね。でまあもう言うまでもなく、その火付け役っていうのはこの年の4月に登場した新日の初代タイガーだったんですね。で全日本自体もあの夕方への移行ってのは結構成功してて、割となんか 15% ぐらい取れてたらしいんですね、土曜の夕方に。だからまあ本当プロレスブームだったなと思いますね。でまあそんなわけなんですけど、まあその弊害って、だからマスカラスの認知度も高いのもやっぱそういう時期にマスカラスがこう大きくフィーチャーされてたってのがあったと思いますね。でまあ僕見れてないんですけどね、それね。で要はだから僕はマスカラスを見る前にタイガーの四次元殺法を見てしまっていたっていう、これがねそのマスカラスに対するちょっとあの遅れてきた感じにつながってるんですけどね。というわけで81年はマスカラスは僕があのオンエア再開されてからは来日してないんですね。でマスカラスと僕の付き合いが始まるのは翌1982年からになります。で1982年ですね、この年の全日本マットっていうのは新日から移籍したスタンハンセンがもう非常に猛威を振るっていた年だったんですね。でなおかつ全日本の裏側ではその番組改編期だった1981年の秋から日テレ出向の松根氏が社長に就任したんですね。でその人ってのは馬場を引退させて閣僚をトップにしようとしてたんですね。で馬場からその社長権限だけじゃなくマッチメイク権も奪って佐藤明夫にマッチメイクさせてたんですね。まあそういうことがいろいろなことに影響を与えていくってことになるんですけど、
で、その1982年の新春シーズンにて、ようやくリアルタイムのマスカラスの試合を僕が見ることができたんです。で、その第一弾の試合っていうのが、このジャンボ鶴田見るマスカラス組対スタンハンセンジプシー・ジョーっていう、こう、まあ結末の分かりやすい試合だって言えば試合なんですけど、このシリーズってのはやっぱり前日初登場のハンセンが秒殺の山を築いていて、まあ話題の中心だったんですね。その辺マスカラスはまあ、まあ面白くなかったとは思うんですけどね。で、実際に試合を見たんですけれども、まあマスカラスだけじゃなくて、僕にとってはジプシー・ジョーっていうのも神話の世界の人だったんですね。あのプロレス百科事典の中の人だったんですね。だから結構期待したんですけど、思ったよりも小さい、なんかおばさんみたいなおばさんみたいな人が、なんかもうあのなんていうんですかね、吉本の芸みたいな、本当、まあ、まさにそんな感じなんですけど、だからちょっとがっかりしたんですよね、ジプシー・ジョーにも。で、マスカラスもなんかそのこの伝説のボディアタックって、これ綺麗なシーンを聞いとってるんですけど、やっぱタイガーマスクと比べちゃったんで、もう全然なんか冴えないなってのは正直な気持ちだったんですね。だから両者ともがっかりっていうのは正直な感想だったんですね。で、なおかつ試合後マスカラとハンセンが少し揉めたんですね。これ今では結構大げさにマスカラスがハンセンの腕を折りに行った、これは不穏試合なのだなんて言ってる人がいいんですけどまあ実際ただの小競り合いですね。これってのは、あの試合後マスカラスをハンセンがこう序盤に放り投げようとしたんですね。ただマスカラスがカチンと来たっていう話なんですけど、マスカラスってもう自分の中のルールがあって、1回投げられたら1回投げ返すとか、1回投げられなかったらこっちも投げられないとか、そういうなんかそういうところがあって、だからハンセンが投げようとしたのに対して、これ試合中にショルダーバスターかなんかでハンセンがマスカラスを投げてるんで、おいおい今度は俺の番だろみたいな感じで、マスカラスは小手投げで投げようとするんですね。足もかけて、これ腕を決めてるんじゃなくて、ハンセンがそれを拒否してロープを掴んでるんで腕を決めているように見えてるんですけど、マスカラスの小手投げなんですね。で、もうこれなんか圧倒的にハンセンの方が体格がいいんで、なんかマスカラスさんこうしがみついてるただのダダッコにしか見えなかったですね。その辺もなんかあんまかっこよく見えなかったですね。あと、まあ時代の勢いってのもあったし、マスカラスやっぱ僕が想像してたよりも肉体の張りがなかったんですね。まあ年齢的なことがあって。それに対してハンセンってのはもう生き生きとしたもう本当若牛みたいな感じですから、なんかそういうところでもマスカラスに対してのがっかり感につながったと思います。で、このシリーズの山ってのは東京三大決戦っていうものだったんですね。この三大タイトルマッチって。いきなりハンセンと馬場のタイトル戦が実現したってのは、これはもう全日本にしては相当仕掛けたことだと思うんですけど、この辺ってのはババの意向というよりは佐藤明夫とかその辺の意向が大きかったんだと思いますね。であとニック・ボックインク対鶴田の AWA 世界戦っていう案の定の鶴田の世界戦。そして三大タイトルマッチの3本目っていうのが天竜源一郎対ミル・マスカラスの IWA 世界戦なんですね。で IWA 世界戦っていうとあのタイトルですね、赤いベルトですね、あの WWF とかあの国際プレスの IWA 王者のベルトにもいたマルコビッチ製のこの70年代流行したタイプのベルトで、僕このベルトを結構見たくてすごく楽しみにしてたんですけど、なぜかこの日は別のベルトを巻いてきたんですね。IWA 世界戦なのにオールルチャってあの ALLL ヘビー級ベルトっていう、これもマスカラスの個人ベルトなんですけど、でもこれデザインはその品格はあるデザインなんですけど地味なベルトなんですよね。だからこの地味ベルトを巻いて登場したんで、まずそこにがっかりさせられましたね。で、がっかりしたのはベルトだけじゃなかったんですね。マスクもなんだか地味だったっていう俺見ればわかるけど、マスカラスっていうとなんかそのキラ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 あのラメのマスクなんですけど、こんな時はなんかジャージみたいな黒いマスクで、なんか相当イマイチだったんですね。で、試合もなんか天竜がまだまあドタバタしてる時期だったんで、お互いのテンポ合わないですね。しかも天竜ってこのエンズギとマンジガダメっていう猪木の技をこう使って全日本でブレイクしてきたんですけど、案の定マンジを受けないんですよね。これ日プロ時代に猪木にマンジを受けてて、マンジガダメを知ってるし、綺麗な形で受けてるんですよ、その時は。でも受けないっていうのは、お前ごときの技は俺は食らってやらないよっていうマスカラスの案の定の姿勢なんですね。で、マスカラス場外ダイブを敢行したりするんですけど、フィニッシュが本当にグダグダだったんですね。あのよくフライングボディアタックをこうぐるっと返してこうフォール取るっていう NWA 世界王者の得意パターンって、これが本当の小包み固めっていうらしいんですけど、
それがもうなんかグダグダだったっていう。これYouTube に動画上がっててリンク貼っときますんで、概要欄にリンク貼っときますんで見ていただけるとわかると思うんですけど、本当にグダグダな試合、ずんどこ試合だったんですね。だからもうがっかりしましたね。で、そのマスカラス対天理だけじゃなくて、鶴田対ニックボックインクルセンもひどい試合だったんですね。もうなんか場外でエアプレスピンして目が回って両者リングアウトなんて、もう夜中まで頑張って起きてる小学生もさすがに切れましたね。冗談じゃなくてふざけんな、鶴田ってこのバカって思う、それぐらい思いましたね。で、まあそんな風に両試合がグダグダになったのに対して、皆さんご存知のようにハンセンと馬場の初対決は名勝負だったんですね。だから松井シャトとか佐藤明夫の思惑とは別に、馬場が限界説からこう延命したんですね。これはもうハンセンを引き抜かれた、あ、ブッチャーを引き抜いてハンセンを引き抜かれた新日本プロレスにしても非常に誤算なことだったと思います。まあそれはさておき、その鶴田ですけど、この年マスカラスは5月にも弟ドスカラスと共に来日したんですね。で、まあパンフレットを見れば分かるようにすごく大きく扱われてるんですね、夏のマスカラス。しかもこんなコスチュームプレゼントなんてやっても大評判で何十万通もハガキが来るっていう、では人気を博したんですね。やっぱりまだまだで、この時が正直最後だったかなと思うんですけど、まあマスカラス人気っていうのはすごかったんですね。でなおかつこのシリーズで鶴田との UNS 戦が実現することが発表されたんです。だからこれっていうのは1977年に年間最高試合賞を取ったデーン・コルセアムの激闘って、これ緑の悪魔マスクのマスカラスなんですね。でマスカラスって本当はトレードっていう普段のデザインの緑のマスクをかぶって試合する予定が、緑のマスク忘れてきちゃったって。で、慌ててファンに連絡を取って、この緑色のマスクを入手して試合したんですけど、いつもトレードのデザインじゃなかったところが、またこの勝負に、もうこれゴッドアングルだと思うんですけど、いい影響を与えたと思いますね。まあそれはさておき、期待度はマックスになったわけですよ。しかし実際にこのシリーズで行われた鶴田対マスカラスの UNS 戦がどうなったかというと、じゃんって。ワーストバウトって。試合はなんか、マスカラスがヒールターンするんですね。で、琉球さんのマスカギっていう、それじゃない感満載の試合になったんですね。これって、G スピーツで、マスカラスマニアのドクトルルッチェさんって、週刊ウーの清水編集長なんですけど、その人。曰く、マスカラスのワーストマッチって、全311試合中のワーストバウトに上げるほどのひどい試合だったんですね。まあ、なんてことだって感じですけどね。ドクトルルッチェさん。僕尊敬してる人なんで、もう G スピーツ出し続けてください。お願いします。長生きしてください。まあ、試合戻りますけど。で、この時の鶴田っていうのは、ルーティーズに指導を受けて、こう、タイツを黒くしてストロングスタイルにして、バックドロップをフィニッシュにするなど、まあ、爆撃だったんですね。で、試合の方でも、鎌田とかレイスからクリーンホールを奪うような格になってたんですね。だから、黒タイツの CS として爆撃中だったところで、このマスカラスと試合したんですね。だからマスカラスはそれまでは日本のまあベビーフェイスっていう、正直まあ鶴田とか天竜がなかなか育たないんで、ファンクスとかマスカラスをベビーフェイスにしてたんですけど、まあそういう扱いだった人をいきなり鶴田のこうライバルにしたっていう、しかもなんかその切磋琢磨するライバルじゃなくて、なんかまあ一外国人レスラーとして扱ったんですね、佐藤明夫が。だそこにちょっとねズレがあったと思うんですよね。でなおかつもうマスカラスは対戦相手を光らせるつもりなど全くないんで、そういうかませ犬的な役割は絶対しないんですよね。だから本当はこう鶴田に対して、普通だったらねレイスすらフォール勝ちを許してるんですから、マスカラスもクイック勝ちくらい許すことがあってもいいんじゃないかと思うんですけど、お世話になってる全日本の新しいエースなんだから。でもそれ受け入れないと。そんなわけで佐藤明が苦し紛れに描いたのは、もう新日本の真似事のような延長アングルだったんですね。まあ一回試合がこう不透明で終わっちゃって延長するって、客をある程度満足させて結局引き分けみたいな。時間切れ引き分けですらないっていう。でもまあそんなのはもう、全日本ファンとかこのマスカラスとツータの対決に誰も求めてないですからね。だから滑りまくりで、もうマスカラスはまたも僕をっていうか、プロレスファンをがっかりさせるっていうことになってしまったんです。
続き1983年ですね。この年は馬場がハンセンに敗れて PWF 王座を失う一方で、鶴田があのインター王座をブロディから奪うなど、世代交代がさらに加速した年だったんですね。で、それまでベビーフェイスのトップを張っていたテリー・ファンクも引退して、全日は閣僚コンビが中心となっていったんです。で、その1983年の新春シリーズにマスカラスは来日するんですね。で、マスカラスは5試合のみの特別参加で、しかも全試合全座っていう扱いだったんですね。で、鶴見大久保マイティとのシングル戦で、タッグパートナーウルトラセブンっていうね、もう、低たらくですね。で、まあ、変なクラッチホールドをフィニッシュホールドにしたりして、もう僕はとってもがっかりしてたんですね。で、この1980年の年末には、例のハンセン・ブロディ組対マスカラス・ブラザーズっていう、一部で不穏試合として有名な試合が行われたんですね。最強タッグですね。で、この試合って結構大げさに言われてて、で、なおかつ大げさに言われてるけど、実際見たけど全然大したことなかったじゃんっていう、両方の意味でなんかこう、話題に取り上げられる試合なんですけど、僕からすると、まあ、いつも通りのマスカラスでしかないっていう気がするんですよね。ここだけ取り上げてみてると、あ、相手の技を受けてない、マスカラスは、これはシュートだとか言う人はいると思うんですけど、ずっとマスカラスを見てきた人だと、相手の技を受けないっていうのはよくあることで、なおかつ、相手、イライラして、なんか試合の、こう、にムラが出るってね、ロープワークがこう、ドタバタして、なんか不完全なロープワークでも相手の技を受けないみたいな、そういうところがあるんですけど、まあ、それが表に出てしまったっていう、目立つところでやってしまった。で、なおかつ相手が自分と同類のブロディだったっていうことで目立ったんですね。だからまあ、皆さんが言われてるほどの試合ではないと思います。でもまあ、試合後にマスカラスっていうのは自分を棚に上げて不評をぶちまけるんですね。で、ここでまあ、もう決定的にあの、パパ夫妻や佐藤明夫からの印象は悪くなったと思いますね。そんなわけで、前日のマスカラスブラザーズとしての来日はこれで終わりとなったんです。で、翌1984年というよりは、1984年から1985年の秋まで、マスカラスの来日はないんですね。で、表向け WWF の全米侵攻作戦要員だったっていう、それで多忙だったって、マスカラスが多忙だったってされてるんですけど、実際僕はそうは思わないですね。もうマスカラスにも、ババア見切りをつけてたと思いますね。で、タイガーマスクっていう、狭山タイガーや、三沢タイガーっていうあの動きの時期だったんで、マスカラスなんかむしろ邪魔だったっていう時期ですね。で、長州軍の前日登場などで、本当マスカラスどころじゃなかったと思いますね。で、結局1984年度は来日しなかったですね。しかしながらなんかある意味ついてるかものがあったっていうか、1985年に全日本プレス中継がゴールデンタイムに復帰するっていう大きな動きがあったんですね。まあ例の改編から何年だ ?6 年いよいよ全日本プロレスがゴールデンタイムに復帰するって、これ福島もゴールデンタイムなんで、もう助かったですね。夜中のプロレスがゴールデンタイムに復帰してくれたんで、僕もすごい嬉しかったって言われたんですけど、その時にそのゴールデンタイム復帰時に一般知名度の高いマスカラスが、おそらくテレビマッチ要員として日テレに指名されたんだと思うんですね。それで2年ぶりの前日参戦を果たすことになったんです。だから全日本にしてみれば、守備よくこうマスカラスはメキシコにこう復帰してたりしたんで、このままお別れをしようと思ってたと思うんですね。ババあたりはギャラの高い、そしてわがままなマスカラスに対して、もう全日マットはウォーリアーズの時代になってて、なおかつ長州軍が参戦しても飽和状態だったんで、マスカラスってことはやっぱなかったんですけどね。でもマスカラス運がいいんで、テリマチオンとして来日することになったんです。で、マスカラスも久しぶりのこのもうプッシュにこうゴールデンタイマーとして久々来日ってことになりましたから、結構張り切ったんですね。で、ドクトル・ルチアさんもマスカラスの特写を久しぶりにゴングで開催して、もうかっこよくマスカラスもこう結構グッドシェイプできてますね。で、マスカラス、あれだけもう様式美にこだわるマスカラスにしては珍しくて、フィニッシュ技としてジャーマンを用意してきたんですね。これはもう本当マスカラスにしてみれば超やる気満々っていう感じなんですけど、まあ今更ジャーマンっていう感じもしますよね。で、そんなわけでマスカラスの活躍が期待されてテレビマッチに出てきたんですけど、しかしながら長州やタイガーとの初の絡みっていうのは全然ダメだったんですね。これはもう多分、ま、負けチームっていうか、マスカラスが負けるわけじゃないんですけど、まあ負けチームなんですよ。
だからもう明日からそのやる気のなさがこう前面に出てて、今一つ盛り上げかけるがっかり時代になったんですね。まあ案の定っていうか饅頭も天竜の饅頭も受けないし、長州のサソリも受けないよって、両方受けないんだから平等だよみたいな、マスカラス理論なんでしょうけど、試合後に長州ものなんか呆れ果てて、あれだったらカマセリヌっていうか巻き役のクルーズの方がよっぽど良かったよって、マスカラスを酷評してるんですね。で翌年1986年になります。これが実質的にマスカラスと全日の関係の最後の年になります。この年はジャパンプロレスに加えてカルガリーハリケーンズが全日本に登場したんですね。だからもう本当に全日本は飽和状態だったんですね。さらには元横綱の輪島博史が全日本に入団することが発表されて、もう1986年の全日本マットにマスカラスの入る隙間はなかったんですね。しかしながら新春シーズンにマスカラスは招聘されます。でそこでヘビー級に転向したタイガーと初の一騎打ちをするんですね。しかしもうすでにマスカラスどころかもう二代目タイガーも信用すぎてるような状況で、まあ、テコ入り試合だったんだと思うんですけど、ヘビー級に転向するっていう。でもまあ、試合はもう案の定、こう腕の取り合いからサーフボードストレッチで、こう、マシンガンパンチからちょっと展開がいってのみたいなのをやっておいての、両者リングアウト。しかもコブラツイストの掛け合いから場外にして両者リングアウトっていつの時代だっていう試合をやって、もうがっかりもしないレベルだったっていうか。そういう試合をやってしまうんです。で同シリーズでは小林邦明とこのメインだったんですが、同シリーズの東京体育館で4年ぶりに IWA 世界戦が実現して、マスカラスは小林邦明の挑戦を受けたんですね。でも今度はちゃんと赤いベルトだったって、まあ赤いベルトだったんですけど、まあ案の定両者リングアウトになったんですね。で試合後マスカラスの NG 項目って、マスカラス試合のスナイクっていうか、こうどうするっていう試合の時に NG 項目が多すぎるらしいんですよ。まあ絶対ピンホールは取られないとか、これは受けない、これ受けない、これ嫌だ、これ嫌だ、これ嫌だって。でその辺の多さに呆れた小林が、一コマ漫画のような格好だけのレスラー、あんなやつ逃げてやるもんかと試合後に酷評するんですね。それに対してマスコミも忖度せずに、プライド高きマスカラスが屈辱の王座防衛と盆栽のそのまま報じていたんですね。でそれに対する小林健明の感想なんですけど、やっぱり世界中で嫌われる選手だって分かりますよね。小さい頃はファンだった僕がいざ試合をしたらそういうことを言うようになるとは思わなかった。マスカラスは一人よがり、自分が描いた絵の絵をちゃんと転がってくれないと困るよみたいなものがあるんじゃないですかね。そこで違う絵になっちゃうと、俺は天下のマスカラスだぞみたいになって、最近この時のことを語ってるんですけど、まあそういうレスラーだったっていうことですよね。まあこの自慢の赤いベルトもようやく見れましたけど、もう相当くたびれてましたねまあこういう小林の言い方に対していろいろ思われる方もいると思うんですよ。小永則夫なんかはそんなこと言うのおかしいって、ちゃんとそういうマスカラスっていう方と合わせて試合しないといけないみたいなことは小永則夫は言ってるんですけど、僕は小林の気持ちはよくわかりますでその後最後の来日となったスーパーパワーシリーズですね。このシリーズっていうのは恩知らずのキラーカーンとかそういうネタで盛り上がる中、マスカラスは広沢一郎とコンビを組んで前座で連戦連勝っていう物悲しい快進撃を続けていたんですね。でそのシリーズのパンフレットもなんかこのまさに正念場とか跳躍力がなくなったとか結構辛辣なことを書かれてたんですね。でそのシリーズのメインの大阪城ホール大会では、このタッグを組んでた広沢伊藤と仲間割れアングルっていう誰も気にしないようなアングルをしてシングル戦を行うことになったんです。で戦前に広沢伊藤は、僕は2年間メキシコにいたけれどマスカラスなんて見なかったよ、干されていたのと違います、負ける相手じゃないよと格を無視して放っていたんですね。こんなことを言われるようになってしまったかっていう、舐められたもんだねって感じなんですけどね。でマスカラスというとそんなこともつゆ知らず、今日も楽しくサーフボードから手4つからサーフボード、そしてフライングクロスアップで試合に動きを出すんですけど、広沢伊藤にプランチを食らって案の定両者リングアウトになるんですね。で試合はもう本当ワースバウトっていうより他がない試合になったんですね。
ヒロサイトもちょっとこの試合に限っては意地悪だったって話ですね。マスカラスにこうかっこよくさせてあげなかったって、受けの達人、試合作りの達人ヒロサイトがそういうことをしたっていう気持ちを持ってたっていうのがこの試合を象徴してると思うんですけど、で試合の終了時もクイック気味の両者リングアウトっていうわけのわからないフィニッシュだったんですね。あれいつもよりカウント早くないって両者リングアウトに終わなっちゃったって、これ見てた人全員思ったと思うんですけど、でもそれに対してマスカラスがすごい冷めた態度でもういいやっていう感じで帰ってしまったんですね。だからついにはドクトルルチャのゴングまでマスカラス神話終わった、青息と息斎藤と屈辱場外真珠みたいな記事書いてもう酷評したんですね。でそれでどうなってか、このシリーズ最終盤の京都大会、そこでマスカラス対クリス・マスノブっていうカードが組まれたんですね。でこれっていうのはもう、まあマスカラスとクリスってのはあのメキシコで何度も戦ってる間柄で互い勝手知り得てるところだったんですけど、まあ当時クリスっていうのはあの長州がもし道場破りがジャパンプレスの道場に来たらクリスさんに相手にしてもらおうって言ってるぐらいの全盛期だったんですね当時。で当時のクリスってこう肉体もすごく良かったんですよ。でそのクリスがマスカラスに固い攻撃を仕掛けるのではとレスラー間でこの試合って噂が立っていたんですね。で実際どうなったかと言いますと、ここでクリスのコメントを載せたいと思います。日本で戦うとは想像していなかったね。あれは格好つけようとするし生意気だから固く言ったけどやりすぎたかな。俺がどんな試合をするか他の選手が全員見ていたらしいよ。マスカラスは試合後に怒っていたみたいだね。あの時はそうは思わなかったけど試合を壊して悪いことをしたなって今思ってるよ。ちょっと遅いかというコメントを残してるんですね。だからどういう試合だったかっていうのは皆さんに想像してもらうしかないし、写真資料も映像資料も残ってない試合なんですね。でこれでマスカラスと全日本の関係は僕は終わったと思ってますね。だからまあ正直ドリーファンクの別動画になるんですけど、ドリーファンクの時も思ったけど、こういう全日本のやり方ってのは僕はどうかなって思ったりもしますね。そんなやり方で功労者を追い出さなくてもいいんじゃないのって、いろいろまあ差し引きいろいろあるんですよ。今まで述べてきたことを考えてもやっぱりそう思っちゃいますね。で翌1987年フジテレビ主催の夢工場っていうイベントがあったんですよ。あのお台場 .com とかそんなのにもっと大規模なバブル期だったんですごく派手なイベントで、夢工場っていうとあの鳥の巣みたいな頭のあのジャニーズに潰されたアイドルを思い出すと思うんでしたけどまあそういうイベントがあって、そこのメキシコブースにマスカラスが登場して子供との触れ合いイベントに参加したり、マスクなどの物販を行ったりしたんですね。この時マスカラスの試合用のメキシコのマスクが1万円で売られてたんですね。なんか知ってたら買いに行ったのになってで今も結構ヤフオクとかメルカリとかにこう流れてくるんですけど、あの夢工場マスクとかいう名前がついたのが面白いですね。でマスカラスが全日に呼ばれなくなった理由として、勝手に他局のイベントに参加したって言ってこの時のことが取り上げられることがあるんですけど、果たしてそれは本当にそうなのかって気がしますね。それはまあ先ほど言った通り皆さんわかると思うんですけれども、だからまあ完全にこれで終わったんだろうけど、まあいろいろ思うとこありますね。でそんなわけでちょっと長々と話してきてしまって本当に長い動画になってしまったんですけど、やっぱりこのマスカラスのこの80年代っていうかその81年以降、佐藤明夫が仏家に就任して以降のマスカラスっていうのはやっぱ制裁に欠けてたっていうか、全日本も使いようがなかった感じですね。でそういう部分では馬場はうまく使ってたのかなと思いますね。プッチャーやレイスっていう相手以外ではマスカラスはマスカラスとして扱ってたっていうだからマスカラスのその主役のシリーズでは馬場なんか完全に引いて、だからマスカラスで稼げるからいいやっていう感じに引いてたって。だからマスカラスがかっこいい思いをしてマスカラスを目当ての集客が来ればいいやって、馬場はマスカラスに対してかなり割り切ってたんですね。それに対してブッカーとして頭角を出していった佐藤明子っていうのは、鶴田とか天竜とかのストーリー
長寿コンビのストーリーにマスカラスを組み込もうとしちゃったんですね。僕はそれは佐藤明夫のズレだったと思います。でもちろんババもズレてた。でマスカラス自体もはっきり言って日本プレスからずっとやってること変わんないですかね。もうズレまくってたって。この三者のズレが結局こういう悲しい形での幕引きってものを迎えさせてしまったんじゃないかなって思ってます。というわけでそんなわけで本当に長くなりました。とりあえずこの今まで話してきた話の中にもいろいろもっと深掘りしたい話があるんですけど、それはまた今度にします。もうなんかプロレス話も話したいことがありすぎて、ちょっとその話をする前にこの軽いネタをやろうかっていうと、それがこういう風になっちゃうっていう。だから最近なんかもう時間が足りないっていうよりは、もうプロレスを語るのに僕の人生が足りないぐらいの思いになってるんですけど、まああんまりなんかそのグダグダせずに面白い話をどんどん動画にしていきたいと思います。このままだとなんか力道山対木村とかやったらどうなっちゃうんだろうと思いますけどね。まあ、YouTube がなくならないうちになんかそういう前田アンドレとか力道山対木村とかに、あと1.4次編とかに取り組んでみたいと思ってます。なんかグダグダになってしまいましたけど、一生懸命話しました。僕のマスカラスに対する思いとかは分かっていただけたんじゃないかなと思ってます。こうやって今もね、全く手4つからサーフボードストレッチ、そしてマシンガンパンチからクロスチョップ、そして最後はフライングボディアタックっていうのはもう今も変わってないですからね。うん、そのマスカラスに敬意を表して今日はこの動画を終わりたいと思います。それではまた。